私愛子は小さい頃からサッカー観戦が好きだったので、高校に入ってからは憧れのサッカー部のマネージャーになった。マネージャーは4人いて、私以外に 2,3 年生の先輩が1人ずつと同じ学年の A がいた。ボトルよろしくね。はい。この A は少し厄介な女で、何かと張り合っては私に嫌がらせをしてくる。あいこ、いつまでもたもたしてんのよ。そんなのもすぐできないんじゃやめちゃえば。あんたがさっき捨てたんじゃない。マネージャーは各学年に1人でも足りてたので、 A は私に嫌がらせをして辞めさせようとしていた。嫌がらせは地味に陰湿なことばかり。あいこ、何してるの？早くベンチ開けないと次の試合のチームが入ってくるよ。すみません、私のタオルがなくなっていて。タオルぐらい諦めなさいよ。迷惑だから早く行くわよ。試合中、私のタオルが捨てられていて、これも A の仕業だった。さらに男子部員と話そうものならすごい勢いで割り込んでくる。特に1年のレギュラーの B 君と話しているときは、愛子ちゃん、いつもありがとな。 B 君、お疲れさ。 B 君、タオルこれ使ってね。今日一緒に帰らない？最近近くにタピオカの店ができて。悪い、今日はこの後自主練してから帰るから。もう真面目なんだから。A は B 君を狙っていたみたいだけど、練習に熱心だった B 君からよく断られていた。ある日、部室に置いていた私のジャージが消えていたので探していたところ、 B 君が入ってきて、愛子ちゃん、これそこのゴミ箱に。ジャージはドロドロの状態でゴミ箱に捨てられていたようだ。見つけてくれてありがとう。 A の仕業だわ。ひどい。私が涙目になっていたところ、今日は俺の着てなよ。どうせ暑くてすぐ脱ぐだろうから。ありがとう。少し恥ずかしかったけど、ジャージがないと部活に行けないし、お言葉に甘えて B 君のジャージを着ていた。校庭に出て練習の準備をしてたら、なんでジャージが？はあ、なんで B 君のジャージ着てんの？今すぐ脱ぎなさいよ。 B 君が貸してくれたんだよ。てか、よくすぐに気づいたね。ゴミ箱に捨てたのあんたなんでしょ。私は今回ばかりは許せなかったので A を責めていった。愛子のくせに生意気言いやがって。なんでいつもそんなことするの？私 A に何かしたの？言いたいことがあるなら嫌がらせとかやめて直接言ってよ。ふん、愛子にやめてほしいからに決まってるじゃん。どうせ男子からチヤホヤされたいからマネージャーやってんでしょ。1年のマネージャーは私がいるからやめなさいよ。私はチヤホヤされるためにサッカー部入ったんじゃないよ。嘘つくな。そのビークのジャージだって勝手に着てんでしょ。キモすぎ。私と A のバトルが勃発している中、ジャージは俺が貸したんだよ。それに愛子ちゃんはチヤホヤされたい目的でマネージャーやってないと思うけど。 B 君、でも愛子全然仕事できないんだよ。いつももたもたしてるし、男子の方ばっか見てて。ちょっと何よそれ。愛子ちゃんは少なくとも A ちゃんよりは部員のこと考えてくれてるよ。てか、この前の試合の時、愛子ちゃんのタオル捨ててたよね。あれ俺があげたやつなんだよ。自主練で怪我した時に愛子ちゃんが手当てしてくれたお礼にね。あれ B 君からもらったやつなの？愛子ちゃんは毎日残って自主練手伝ってくれてるよ。 A ちゃんはいつも速攻帰るし、片付けも中途半端だろ。愛子ちゃんがいなくなったら俺ら困るんだけど。あんたいつの間に。 A はだんだん威勢がなくなってきた。そこへいつの間にか3年の先輩マネージャーがいて、もうそういう嫌がらせは終わりね。私たちは2人とも必要だと思ってるよ。先輩、ありがとうございます。わかりました。この日を機に A の嫌がらせはなくなった。しかし A は結局1年の冬にマネージャーを辞めていった。もともと男目的だったようで、部員に告白しまくってたみたいだけど、恋愛禁止だからと断られていた。私は3年の部活引退後、 B 君と付き合い始めた。卒業後も毎日大好きな人と大好きなサッカーを見て幸せに暮らしています。ご視聴ありがとうございました。また見てね。